マリ・キュリーの思考を見たければ、面積同意書にサインした上で、放射能汚染から身を守る防護服を着る必要があります。キュリー夫人の遺体も同様で、納められている棺は鉛で裏打ちされていて、彼女の研究の中心であり、彼女の死因ともなった放射線を閉じ込めています。帝政ロシア支配下にあったポーランドのワルシャワで育ったマリは、もともとの名をマリア・スクウォドフスカといい、優れた学生でしたが大きな障害に直面しました。女性だったために高等教育を受けられず、これに抵抗してたまよえる大学に参加しました。ポーランドの若者に密かに教育を行っていた秘密の組織です。家庭教師として働いてお金を貯め、やがてパリに移り住むことができました。有名なソルボンヌ大学で学ぶためです。そこでマリは物理学と数学の学位を取りました。ほとんどパンと紅茶だけで暮らしていて、飢えのために気を失うこともありました。パリでマリは物理学者ピエール・キュリーに出会い、彼の実験室と愛情を共有しました。それでもマリはポーランドに帰ることを絶望しましたが、ワルシャワに戻ると女性が大学の職を得るのは相変わらず困難であることが分かりました。道が閉ざされたわけではありません。パリでは愛しのピエールが待っていました。二人は間もなく結婚し、手ごわい研究チームの出来上がりです。ある物理学者の研究がマリ・キュリーの興味をかきたてました。1896年、アンリ・ベクレルがウランは X 線のような謎の放射線を発していて、それが写真乾板を露光させることを発見したのです。キュリーはすぐに別の元素トリウムもまた同様の放射線を発することを見つけました。特に重要だったのは、この放射線の強さは元素の量だけに依存し、物理的、化学的な変化には影響されないということでした。このことから彼女は放射線は原子内部の何か本源的なところから来ていると結論付けました。この考えは革新的なもので、原子は分割不能だとする長く信じられてきたモデルを覆しました。続いて放射性がとても強い鉱石である歴性ウラン鉱に注目したキュリー夫妻は、この放射線がウランだけでは説明できないことに気づきます。原因となる放射性元素が他にもあるのか。1898年、夫妻は2つの新元素を発表。マリの故国ポーランドにちなんでポロニウムと、ラテン語で光を意味するラジウムです。彼らはまた放射能という言葉も作りました。1902年、キュリー夫妻は 0.1g の純粋な塩化ラジウムの抽出に成功します。スートンの歴性ウラン鉱から取り出したもので、当時における偉業でした。その年、ピエール・キュリーとアンリ・ベクレルがノーベル物理学賞にノミネートされましたが、マリは入っていませんでした。ピエールは立ち上がり、妻の貢献が認められるよう尽力しました。そしてキュリー夫妻とベクレルが揃って、1903年のノーベル物理学賞を受賞し、マリ・キュリーは史上初の女性ノーベル賞受賞者となりました。十分な資金と尊敬を勝ち得て、キュリー夫妻は順風満帆でしたが、1906年、ピエールが交通の激しい交差点で馬車にひかれ亡くなったのです。打ちのめされたマリは研究に没頭し、ピエールが教えていたソルボンヌの教職を引き継いで、ソルボンヌ初の女性教授になりました。マリ単独での研究で1911年に再びノーベル賞を、今度は化学で受賞しました。ラジウムとポロニウムの発見と、純粋なラジウムとその化合物の抽出と分析の功績からです。これにより彼女は初の、そして今日においても唯一の2つの異なる化学分野でノーベル賞を受賞した人物となりました。キュリー教授は自身の発見を応用し、医学研究と医療の様相を変えました。第一次世界大戦中には放射線診断のための移動部隊を組織し、また放射線の腫瘍への影響を調べました。しかし、この人類への貢献のために彼女は個人的に高いツケを払うことになります。キュリー夫人は1934年骨髄疾患で亡くなりましたが、これは放射線にさらされたことが原因と考えられています。マリ・キュリーの画期的な研究は、物理学と化学の理解の基礎を築き、腫瘍学、化学技術、医学、原子核物理学をはじめとする様々な領域に輝かしい奇跡を残しました。良くも悪くも放射線についての彼女の発見は新時代を開き、化学の大いなる秘密を解明することになったのです。学びが好きな人ならチャンネル登録を。アインシュタインの奇跡の1年からサッカーの物理学まで、ありとあらゆるトピックの動画を毎週配信。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。